はい、今回なんですけど、ロビー画面にいます。これなぜかと言いますと、ちょっとですね、過去、この企画始まったのが、10月の23日、の火曜日だったかな、ちょっと忘れちゃうんですけど、から週3ビクロイ目指すっていう動画を上げてきたと思うんですけど、実際ね、どのぐらいビクロイ取れてるか、ちょっと言ってこなかったと思うんですけど、言う時もありましたけど、ここでちょっとまとめておきたいと思いまして、このような動画を撮っております。で、集計しました。ですね、その前に、先日いい試合が取れたので、それをリプレイでちょっと流しつついきたいと思います。はい、始まりましたね。で、ちょっと今喉が痛めなんでね、ちょっと手短に話しつつ、リプレイ流しつついきたいと思います。最初は4倍速でいきますか。ですね、週3ビクロイを目指し始めたのが、ちょうど YouTube を始めた後ですね、10月23日その日から始まってたんですけど、10月23日からの1週目、1ビクロイ、これはシャープ2の動画でフルで上がってるんですけど、1ビクロイ撮れてますね。そしてですね、ソロでしたね、それは。で、10月31日から11月6日の1週間、ここの週は2ビクロイ取れてますね。1回デュオ1回スクワットっていう記録なんですけど、まだ週3は達成できていません。そして11月に入って7日から11月13日3ビクロイ達成しました。ツイッターにもちょっと上げてたんですけど、3ビクロイ達成っていうツイートをして、2デュオ1スクワット、デュオでね、割と勝率が高まってきてるっていう印象なんですけど、で、次の週、4週目か11月14日から11月20日4ビクロイ取れてますね。全部スクワット。8月ぐらいだったかな、ステディーストームっていうやつで、あれで4連続ビクロイとか取ってたけど、あのモードは懐かしいよね。まあそれは置いといて、次の週11月21日から、11月27日、これが5ビクロイ取れてますね。1、2、3、4、5とどんどん上がってってる感じなんですけど、さあ試合は第1円が終わって次の円に入ってますね。はい、で、5ビクロイ、1ドゥオ、4スクワット、お気づきかと思うんですけど、10月23日の最初の週にソロで1回取ってから、なんとまだソロで勝ててないんですね。2位が何回かあったんですけど、まあそもそもソロはそんなやらないつもりっていうか、やってないんですけどね。まあソロがちょっと取れてないんでね、そろそろソロを取りたいという感じでやってますけど、次の週11月28日から12月4日これ6ビクロイ、この週は最高に良かった感じですね。まあ、ちょうど1、2週間前ぐらいかな。6ビクロイのうち1デュオ、5スクワット。デュオがあんまりやらないにしては結構ビクロイ取れるんでね。まあ、スクワットだと残り1人とかになっちゃうと、まあきつくなっちゃうけど、これは非常にデュオの勝率いいんじゃないですかね。そして
12月5日から12月11日、これ先週の集計で3ビクロイでしたね。てな感じですね。ちょっとスピード戻しますね。てな感じで今 1,2,3,4 5週連続で3ビクロイは達成できてるんですね。っていう感じで、週3ビクロイからちょっと目標を変更しようかと思っております。4にするのか5にするのかちょっとまだ決めてないんですけど、まあ、2にはしないです。4にするか5にするか、6はちょっと厳しいんでね、多分なんかサメがおるけど、4にするか5にするかをちょっと1週間考えて次の週ぐらいに変更できたらと思っております。ってな感じでですね、ちょっとリプレイがちょっといい時間になってきたんでね、ここで一回止めよう。そしてドローンフリーにします。でドローンスピード上げます。で向かいます。通算のビクロイ数もちょっと調べたんですよ。このプレ4に入ってからは多分これの今合計24かな。3ビクロイ、6ビクロイ、5ビクロイ、4ビクロイ、3ビクロイ、2ビクロイ、2ビクロイ、1ビクロイ。多分24だと思うんですけど、24ビクロイと、任天堂スイッチでやってた時と、あと、最初の2ビクロイ。自分の初期のプレステの4の時のビクロイも合わせて、今通算でですね、68ビクロイ。このビクロイ、この今、リプレイしてるビクロイも合わせて、68ビクロイ取れてるんですけど、通算100勝を目指してっていうタイトルでもいいかなと思ったんですけど、ちょっと遠いんでね、まだ。まあ、やってけば取れるかな？どうかわかんないですけど、やってって、いいとこまで、100勝が近づいてきたら、また、そういった動画を撮れればいいかなと思っております。68です。自分は今んとこ。そのうちソロがですね、11勝。まだソロで11勝しかしてないんだ。っていう感じでですね、もうちょっとソロを強化していきたいかなという思いも、ありますね。正直ソロをちょっと強化したい。でずっとサメだなずっとサメが動いてるみたいになってるけど、まあいいや、それはいいとして、そうですね、一応何月何日に何ビクロイ取ったかっていうのを一応データがあるんですけど、それを見ると11かな。ちなみにダイキャストを買ったのが9月の13日ですね。どうでもいいですけど。で、自己最多キルはこの前動画上げた7キルが最高ですね。スクワットですね。ソロだと多分5キルが最高かな。まあそんなもんです。ってな感じでですね。今後は4になるか5になるかちょっとわかんないです。考えますけど。3よりは上に。目標を設定してさらにフォートナイト強化っていう感じでやっていきたいと思っております。そしてこの試合のリプレイ最後までご覧いただけると幸いです。じゃあ見ていきますか。てかずっとサメ屋なんだよな。でこれはもう戦いに勝った後だね、さっきの敵との。でそっから勝負の分け目はですね、僕的にはこれです。このデカポ、このデカポ3つあるんですよ。3つあって、これです。この状況です。
自分以外の3人全部が全員が、マックスシールドマックスになるっていう、このデカボ3つ、これ3つなんですよ。この3つが多分勝負を分けたと思うんですよ。相当うまい、これは。で、これ自分でしょ、これ取ってったんですよ。これがね、うまかった。うまいって、あの、美味しい方のうまいですね。で、いきますね。2倍にしようか。ここがね、ちょっと目立つんだけど、敵さんは、左の方にいたっていう、まあラッキーも重なった感じですね。うん、この時点でもう、あ、でもまだ1人、3チームですね。16番のチーム1人がと戦ってたんでね、あの、だいぶ余裕ができて、回復もしっかりできたという感じで、これで焚き火使って回復してっていう感じでしたね。いやー、でもいい試合だよこれは。今この剣ですね、インフィニティブレードが出てからちょっとなんかバランスブレイクしてる感じなんですけど、なんかまた仕様が変更されるみたいなんですけど、どうなるんですかね。建築できないとかいうあれも話も出てるんですけど、自分は別に建築あってもなくても強いからいいんだと思うんですけどね。今スナイプしましたね。一人ダウンして、あー、でもブレードが来たんだ。このブレードは左に行ってで、あー、くるくる回って、これでダウンさせる。でもダウンしちゃうんだ。で、ここでですよ、私め、この時点でもう走ってます。インフィニティブレードは 100% あった方がいいという選択、ストームに入ってでも取りました。全てを失って向かいます。もう最終局面。それでちょうど自分以外の2人が左の方で戦ってくれてたんでね、剣持った自分がだいぶ楽に戦いましたね。で、最後はかっこよく、自分のキルじゃないですけどね、まあ最後は、まあでも非常にこれはいい試合っていう感じで、最後はディスコフィーバーで終えるということで、ちょっと短い動画になっちゃったんですけど、いい感じな試合、そして、ビクロイの数をお伝えしました。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。